重岡さんに加わる。はい、はい、お兄ちゃんについて行って試合よ。はい。小学2年生以下、バンビの部にエントリーした4歳の幼稚園児。とりあえず1試合見てみよう。いよいよ試合。小さな背中にお母さんが声をかけます。はい、じゃあタイミング合わせるよ。タイミングは。試合開始早々見せた見事なスマッシュ。弾むように打ち返し、なんとストレート勝ち。4歳の幼稚園児が小学2年生に勝ってしまった。お姉ちゃん握手して。あ、全国大会での初勝利。嬉しくて嬉しくて脱げてしまったミッキーマウスのズック靴。手のひらにはお母さんとの合言葉が書かれていました。2回戦は一転して大苦戦。タイミングは。第一ゲームを奪われて駆け足でお母さんのところに。大丈夫、元気出して泣かない。これ良くない、一番良くないのこれ、はい、見て、これなんて、これ見て、これなんて。泣かないで。合言葉を再確認。泣かないでやって、集中。タイミング合わせて少し前。愛ちゃんは見違えるようなプレーで一気に逆転。狙いすましたスマッシュで2回戦を突破。よし。やがて会場の目が4歳の卓球選手に注がれ始めます。3回戦も難なく勝ち進み、全国大会ベスト8入りをかけた戦いに。よし、いいよ。はい、早いサーブ、バックバック。試合直前、愛ちゃんは審判にサーブの打ち方を注意されます。手のひらを開きボールを高く上げなさいと。手のひらを開いてボールを上げるのが正しいサーブです。愛ちゃんはそれをうまくできません。ランキングが決まる戦い、厳しくなる審判のチェック。試合中何度も審判に注意され戸惑う愛ちゃん。あのサーブはルール違反。相手コーチも訴えます。サーブ緊張するの分かるんだけど、開いたら相手は負け、ね、あっちのおじさんがすごい怒ってるんだよ、ね、これやらないと相手は負け、点数すぐ取られてるよ。もっと悲しいでしょ、ね、とにかくできなくてもいいから頑張ってみなさい。これ開いてあげて、開いてあげて。たとえ4歳でもルールはルール。この時私たちは初めて見ました、愛ちゃんの涙。泣かないで。ダメ、帰りなさい。ダメよ、頑張ってみて。負けてるまで泣かないでやってきなさい。お姉さんサーブやってきなさい。お母さんの言葉に一人戻っていく愛ちゃん。試合は愛ちゃんの負けでした。泣かなくていい、愛ちゃん。泣かない、こういうことで泣かない。負けたのは泣かない、泣かない。あつのおじさんに謝ってください。今度お子さんが出してきますから、あつのおじさんに、あついて。泣かないで、泣かないで。あつの問題でしょ。練習の時ちゃんと気をつけないからそれでしょ。ずっと嫌な思ったでしょ。あつのおじさん、ちゃんと謝ってください。で、間違えて審判にペコリ。向こうの、すいません、どうも。あつのおじさん、ちゃんと謝ってください。ありがとうございました。次にご一緒にだ。と、今度は相手コーチの元へ走っていくと、思わぬアクシデントが起こります。隣で試合をしていた男の子とおでこをごっつん。まさに泣き面に蜂。初めての全国大会は涙のベスト16に終わりました。
まだまだやっぱり技術ではもうまだまだ問題いっぱいありますからね、ちゃんと止まってあげる、これができないことにはね、今だけ勝ったって来年また同じことになりますから、1年間してね、もう何も文句言われないだけのものを作ってまたやってきます。あいちゃん、サーブをじゃあもう少し練習する。ミッキーマウスのズック靴を履いた4歳の卓球選手、これが愛ちゃんとの物語の始まりです。愛ちゃんは目覚ましい成長をします。待ちきれないスタート。コーナーを回って1番でゴールイン。やっぱり一番は気持ちいい。一回止まって相手を見て、それから自分の手を見てからだと。最初の課題、それがサーブでした。お母さんが一球一球教えてくれた正しいサーブ、最初はなかなかうまくいきません。幼稚園から帰るとサーブ練習に一直線。練習を始めてから1週間後にはルール通りに投げ上げてサーブ。2週間後には卓球台の隅に置いた水筒を狙い撃ち、速くて強くて正確なサーブが完成です。集中してください。それさ、この間の大会から随分上手になったと思いますか？思わない？サーブをマスターした愛ちゃんがミラクルを起こし続けます。サーブの特訓を始めて1ヶ月後、その成果を試す仙台市の大会、小学2年生を相手にルール通りのサーブが打てるのかな。手のひらを開き高く上げてのサーブは成功。愛ちゃんの成長に対戦相手となった小学2年生の男の子の方がびっくり。そして愛ちゃんのスマッシュに二度びっくり。幼稚園年中組の女の子が小学2年生の男の子を圧倒。で、今回泣いたのは愛ちゃんではありませんでした。行ってこ、ほら。乗ってやるよ。何だこれ。何やってんだよ。しかしみんな見てるとこで泣いて。信じらんない、練習してねえんだから仕方ねえべ、お前。すなしかねえべ、ほら。やべ、ほら。やべ、ほら。すっかり立場が逆転。サーブができずに涙を流した全国大会からわずか1ヶ月後、仙台市の大会で優勝、初めて手にする第1位の表彰状です。11月1日卓球場で迎える5歳の誕生日。次の試合に向けてトレーニング開始。どんなトレーニングも一生懸命で、勢い余って床とキス。決勝の相手は全国大会第3位、宮城県のバンビの部チャンピオン。結果は一方的でした。甘いボールを見逃さず思いっきり叩いていく愛ちゃん、スピードと確実なストローク、5歳の愛ちゃんが見せた成長。
堂々の宮城県チャンピオン。初めて金メダルを獲得しました。はい、落とさないようにね。はい、おっと、重いな。重いな。重い。よかったね、金だもんね。金色でしょ。違う、重いな。それ誰に見せんの。誰にも見せない。誰にも見せないって。なんで私だったんだろうと思って。私たちが取材を続けた大きな理由の一つ、それは1994年5月4日ここで遭遇した親子の姿にありました。見てごらん、みんな頑張ってるね、上手。あのお姉ちゃんね、バンビの姉ちゃんチャンピオンだったんですよ。あら、そうだよね。お姉ちゃん2人いるでしょ。そうだね。東京で行われた小学生のトップ選手の合宿。いつものように練習を始めるお母さんと愛ちゃんに小学生も興味津々。ボールを正確に打ち返す反復練習でも、眼差しが気になっていつものようにできません。やがて愛ちゃんは手を止めてお母さんを見つめます。きちんと返せるまで。でもやっぱりうまく打てません。卓球を始めた時、愛ちゃんとお母さんはたった一つ約束をしました。絶対に途中でやめないこと。お母さんが綴っていた練習ノート、そこに愛ちゃんの素質が書かれていました。卓球大好き、諦めない、負けず嫌い、研究熱心、高い集中力、勝利への飽くなき執念。他の選手が帰り、私たちも引き上げようとしていました。でも愛ちゃんとお母さんはまだ練習場にいました。誰にも勝てないじゃん、今みたいな気持ちでいた。引き待たないで、息止めたら泣くだけね。厳しい練習嫌でしょ、楽しい練習でしょ。もう練習を途中でやめるのかやめないのか、答えを出したのは愛ちゃんでした。やめるなっていいわ。やめる、やめてる愛ちゃんでしょ。やめないでって泣くんですよ。だからね、あ、やるやるってまた泣くんですね。一番難しかった時期ですね。もういつも戦ってました、それと。お母さん何言って、途中でやめない、その約束をどこまで守るのか。言葉の代わりに愛ちゃんに向けられたボール。絶対に途中でやめない、その約束をどこまで守るのか。言葉の代わりに向けられたボール、答えを出したのは愛ちゃんでした。途中でやめない姿に私たちは驚きました。